バイク女子チャンネル。わあすごい、見て。いやめっちゃ温まりました。めっちゃツーリングの疲れが取れた。最高。ちょうど1週間目ぐらいです。バイバーイバイバーイ。ワンコはすごいさっき寄ってきてくれたんだけど、バイクの音にはビビってる。あー涼しい。今日はね結構ね寒めな感じ。あー気持ちいいな。ガソリン入れてった方がいい気がするんだけど、曲がったところにあるね。根室とかほんと寒くない。根室は超寒かったからな去年。あー首が。今日朝さ温泉に入れなかったんだ。朝ねホテルの温泉の終わる時間が朝8時で、早くて全然起きらなかった。おクラッチが朝硬いですね。ロシア製のバイクが、え、うん、あ来たんですか。おサイドカーが右なんです。はい珍しい。ここまで使ってるからね。ああそれはでもあの一般道じゃなくてサーキットで使ってるんで。サーキットですね。あそうですね、はい。ありがとうございました。うわシールド閉めてるのに虫が入ってくるっていう。この道さ道路のさとこにさ鹿注意って書いてあるんだよね、白字で。ってことはさ相当鹿が出るってことなんじゃない。どうなんだろう。牛乳リースって書いてあるけど、前のトラックって牛乳運んでるのかな。もしかしてさっきね鶴がいたよ。山頂鶴、あの頭が赤いやつ、草原の男でなんかつまんでました。酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ。つまんでましたって言うとそういう風になっちゃう。なんか後ろの車にめっちゃ煽り運転またされてる気がするよね。すごい車間距離が近い。太陽や車怖いぞ。おー抜いてった。今行こうと思った道が通行止めになってる。通行止め、北海道来て今回初の通行止めを食らいました。まあそういうのもね旅ということで。しかしまたさらに多く走らなきゃいけないってなると結構辛いな。ナビありがたいよね。これ地図だけだったらさ相当何にもわからないよ。ふぅ前回はねもう通行止め情報なくて行ったところが通行止めになってて、しかもめっちゃ雨で、いやー死ぬかと思ったわ。ここ怖いな。おー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 、よいしょ。あー湿原はめっちゃ綺麗ですよ。あーめっちゃ汗かいた。すごい涼しいんだけど。今度な湿原を歩きたいですね、いつの日か。バイバーイ。さっきまでねなんかねちょっと曇っててどうのこうのだの疲れたと言ってましたけどね。いやー今日は非常に走りやすいです。最高です。涼しくて晴れているっていう、あのかなり最高のパティーンです。今日は行った先も晴れてるといいな。今日なんか高原みたいな内帯高原っていうところに行ってみようかなと思ってるんですけど、うわー青空出てきたー。
最高だ。めっちゃ大空出てきたよ。よっしゃよっしゃ。これがアカンです。アカンに来たら牛乳の罠アカン。いやそうやってさ書いてあったんだもん。だって私が考えたんじゃないんだよこのギャグはさ。アカンに入ってきたら書いてあったんだよアカンって。マジみたいな。マジですか。さっきお道の駅でおじいちゃんとちょっと話してたんだけど、いやオートバイは体力いるでしょうって言って、まあいりますよねやっぱり。結構1週間ぐらい経ってくるともう喋るパワーがなくなってくるぐらい体にが疲れてくるというか溜まってきます。人それぞれだろうから、もしかしたらね男性とかは体力あるから全然そんなことないかもしれないんだけど、まあ辛いっていうかなんかこうねあかんなってますね。だからロングツーリングとか行くときはやっぱねこう2日間ぐらい休んだりするのを3回とか入れないとっていう感じかな。まあ例えば誰かと行くときとかね、やっぱ休憩しながら行った方がですねお互いね喧嘩とかもせずにいいと思いますよ。私はやっぱ疲れてるとね喧嘩の元になったりとか悪いことが起きるので、事故とかね、いい状態でね帰れるように。あと北海道はさ道の駅がすごくいいと思う。結構皆さん凝ってるっていうか、ご飯も美味しいし、あのねお米が美味しいんですよ。お米が美味しいの。私がね関東の方ですごい感動してお米がうまーっと思ったのは、春名山の入る手前に高速降りてなんかね足湯があるところかな、そこはお米美味しかった。うん、めちゃくちゃ美味しかったな。北海道はだいたいどこ行ってもお米が美味しいし、てかお米だけじゃなくてだいたい飯うまみたいな、ご飯が美味しいだけでもだいぶこう疲れが癒されるんですね。うわー綺麗、橋、山みたいな。でこれからパターンから乗って多分無料のバイパスみたいなやつに乗って、でそこから結構トンネルがあるから今日暑いから涼しくていいかもしれない。昨日とかもねやっぱ暑い日はねトンネルが涼しくて最高なんですよ。あの寒い日はねトンネル凍えるんで、あんまりあのちょっとね死にそうになるんですけど、やばいもう凍るわみたいな。しかも大体暗いじゃないですか。暗いからあのシールドを開けようと思うんですけど、開けたところで息が吸えないみたいな。息が吸えないからどうしたらいいって乗ったらあかん。インターチェンジあと 1.8キロ。あとやっぱねラーメンは多いですね。私もねだからラーメンね食べれるんやったらラーメン紹介したいんですよ。北海道ラーツみたいなさやりたいんですけど。おー大間さんだ、めっちゃ近くにいる。うわーまた虫入ってきよった。もうねこのね穴から虫が入ってくるんですよ。穴から乗ったらあかんで、でも乗るで、あかん乗るんやあかん。なんか通行止めの情報が出てるんですけど、知らぬかで降りていけんのかな、大丈夫かな、ちょっと怖いね。まあ行ってみよう。もうしゃあないわな、いかんと、いかんと、いかん。あかんやん。わあまた暗そうなトンネルやな。あー涼しい、最高ですよ。バイバーイ。さてさて、通行止めと書いてあった知らぬかまであと1キロなんですけど、めっちゃ遠回りじゃないこれ。やば、到着予定めっちゃ遅くなってしまった。着きました。こ
こちらが内帯高原です。すごいです。わあ、ここはまたあの屈斜路湖のところと同じで、こうちょっと高いところから綺麗な雄大な景色を見下ろせて、で、あの辺とかにちょっとカメラには映ってないんだけど、牛さんがね、いっぱいいるんだよね。あー、これはすごい。いやー、ここなんかあの、もうちょっと行くと、5キロぐらい行くと、テラス、なんか休憩できたり、ご飯食べれたりするところがあるみたいなんですけど、もう時間も時間なので、ちょっとここで泊まってみました。朝なんですけども、えりも岬が大変なことになっていて、とてもではないが、岬に行けそうにない感じですね。あの向こうに